シュがいるんだけど。メダッシュ初見です。絶対嘘でしょ。かわいいさくらんぼのアバター。私の私のオリジナルキャラクターの人がどんどん増えていってる。本当に、え、すごい。メダッシュは何者だろう。メダッシュなのにさくらんぼのアバターなんだね。こう、そう、すごい雨の音がする。かわいい。本当、かずきさん初見です。ありがとう、嬉しい。かずきさん、あれでもツイッターはわかるかなかもしれない。もえぴーちゃん、え、なにこれ、すごい猿じゃん。ウキウキメラッシュ、目かわいい。やった。今日はあれ、これバビメロのやつ使ってます。そうそうそう、今日はね、そうな、あのね、おすすめの音楽をね、めっちゃあるの。私200曲以上あるんだけど、ちょっと時間内に話せるかわかんないんだけど、ちょっと待ってね。ちょっとツイッターの文章考えます。あー、本当にバタバタで申し訳ない。夏に、夏音色ダイアリーね、本当に見てるよ。サヤヤンが覗いてる。え、今ちょっと、今ね、そんなね、あの面白い話はしてないかもサヤヤン、どこ、なんて書いてある。頑張ってください。なんかすごい他人行儀なんだけど、頑張ります。谷崎さんも頑張ってください。応援しています。キヨくん、クマありがとう。クマ、今日さ、あのコンタクトしていなくてさ、めっちゃ目悪くて、近くに行かなきゃコメントが見えないので、めっちゃ目じゃない、めっちゃ近いかもしれない顔。夏美ちゃん、ハートたくさんありがとう。今日前髪失敗したな。じゃあ30分になったら私のおすすめの曲紹介をしていきたいと思います。今日は雨だね。晴れだったのに。そう、スペイベね、すごいさ、あたったってお知らせが、お知らせツイートとか見ました。各業、各飛車と各のネタ見た？ね、めっちゃおすすめです。天竺ネズミさんの。もえぴーちゃん、クラックありがとう。きよくん、ハツタクさん。え、この間広島行ったのか。あ、見た。あれで。夏音色ダイアリー。そう、おすすめの曲紹介配信。あと4分ぐらいで。そう、久しぶりだね。高葉さん、あれ久しぶりじゃないですか。高葉さん、ちょっとノイミーと一緒の、ノイミーと一緒、今日は今日の26時30分からです。私出演します。本当にぜひ。私見て元気もらってる。本当に嬉しすぎる。最近告知しかツイートしてなくてごめんね。本当に、でも今日ツイートしました。本当にごめんね。大学大変か。大学行ってるのかな、オンラインじゃないのかな、もう普通に行ってるのかな大学って。まあ大学によるか。富士急のドドドンパ乗ったけど怖すぎて泣いたよ。え、乗ったの偉いね。私は乗れなかった。偉いね、乗ったんだ。泣いたの、本当に絶対泣くどころじゃない気がする。私は気絶しちゃう気がする。ツーショットのイベントまたいつかね。なんか私ずっと思ってて、結構48グループさんの写メ会とか行ってたんだけど、
なんかイコラブさんのファンあのファンだった、今もファンだけど、ファンだった時ずっとねツーショットとかないのかなとか思って、ノイミー入ってからノイミーツーショット会とかしないのかなって思ってたんだけど、初のね。だからさ、今ね、そうだよね、またあればいいけど、写メ会懐かしい。今はもうしてないもんね多分、48さん写メ会、村重さんと宮脇さくらさんと小島真子さんの写メ会に行ったことあります。ライン、おーラインアイドル会で一番素敵です。あら、ありがとうございます、嬉しい。握手会復活したら、確かにキングレコードさん、キングさんになったから、ありえるっちゃありえるね。そう、ちょっとあと1分だ、署名会楽しみ。リーちゃんクローバーありがとう、幸せ。え、時生さんいいな、時生さん、そう、 HKT さんとかイコラブさんめっちゃあれだった、好きですあ、萌えぴーちゃんはいい子だからきっとさ、またね、いい人見つかるよ萌えぴーちゃん。私がもうたくさん励まします、萌えぴーちゃん萌えぴーちゃん、待って、あ、もう30分になった、あれだ、曲紹介をしたいと思います。お気に入り、お気に入り、じゃあちょっと待ってね、あと1分だけお待ちください。1分だけお待ちください。よし、じゃあまずはあいうえお順でいきたいと思います。まずはアイズワンさん、あ、これさ、そうだよね、私本当はねツイートでね、ツイートをしたかったんだけど、なんかツイートいいのか分かんなくて、ちょっとツイートはしていいのか分かんなかったから、こうやってショールームで口頭で言おうと思うんですけど、本当に何曲だろう、200曲ぐらいあるので、200曲あるのでメモするの大変かもしれないけど、まあでも、あの、なんだろう、気になる曲があったらメモしてくださしていただければ、まあでも別に聞かなくね、難しいなえ、もしなくてもどっちでも大丈夫。え、本当にね、お気に入りで200曲で、私のお気に入りも めちゃくちゃ絞って200曲だから、もともと2000曲とか多分入ってるんだけど、まあでも本当に絞って200曲にしたので好きな曲かぶってたら開いちゃう。え、絶対あるよ、絶対かぶってるよ。ネイミーを聞けば問題ない、それはそう。まずね、アイズワンさんはオーマイと好きになっちゃうだろうとご機嫌さよならが好きです。この3曲が好きです。
オーマイと好きになっちゃうだろうとご機嫌さよならで、次が、あ、ウェーポンさん、あ、なん、これは何これ、クマのピエロ、ピエロかなこれ、すごい、これはすごい、今クマはピエロになってるんだね。ピエロじゃなかったらどうしよう。ありがたわだよね多分。メモ取るの間に合わない。アイゾーンさん好きになっちゃうだろう、ご機嫌さよなら、オーマイ、ありがとうだ、よかった、ありがとう、嬉しい、ありがとう、ウェーポンさん、こんばんは、あ、なんかすごいちっちゃくなっちゃった、目力に光りました、本当に目力で、嬉しい、そうだよ200曲あるからね、ちょっと時間内に言えるかわからないけど、言えなかったらまた次の配信にしたいなって思います。可愛い、本当に嬉しい、みずきちゃんありがとう、しょ、じゃじゃん、ウェーポンタワーありがとう、ありがとう、すごいね、クマピエロ、ピエロクマタワー、私の好きなピエロが、嬉しい、ありがとう、ラブありがとう、ウェーポンありがとうです、待って、あ、びっくりした、流しちゃうところだったけどね、あの音量ゼロにしてたらセーフだった。続いて、フォローしました、嬉しい、黒大さんありがとう、続いてアイドルカレッジさんの一途レシピ、めちゃくちゃ可愛いこの曲、アイドルカレッジさんの一途レシピで、続いてはあっぱれ原宿さん、今あっぱれさんだけどの君だけのワンダーランドとギミギミダーリンが好きです、君だけのワンダーランドとギミギミダーリン、ひさしさん、あ、ひさしさん、クローバー、クローバーありがとう、ひさしさんありがとう、今日なんか滑舌が良くない日かもしれない。そして続いて、私この曲めちゃくちゃ好きなんだけど、アップアップガールズ、かっかりさんのアップアップガールズさんの私たちっていう曲、私アップガさんそこまで詳しくないんですけど、そこまで詳しくないんですけど、この曲が本当に好きすぎて、この曲めちゃくちゃ聴いてる。そう、ちさちゃんもクローバーたくさんありがとう、すごい、クローバーたくさん、翼さんもありがとう、クローバー嬉しい。そう、私たちっていう曲、アップガールズさんと、あとアンジュレイブさん、アンジュレイブさんの愛しラブと運命的パーセント、これ読み方合ってんのかな、運命的パーセントと絶対リメンバー、可愛い曲、全部3曲とも可愛いんだけど、この3曲が好きです。ペンペンたくさんハートありがとう。もう一回、アンジュレイブさんの愛しラブと運命的パーセントと、あと絶対リメンバーが好きです。あ、君も撮影したの。じゃあアップされるの。楽しみに楽しみにしています。続いて、あ、すごいたくさんです。続いていきなりトークさんさん、
が私好きなんですけど、いきなりトークさんさんの曲がめちゃくちゃいっぱいあって、なのでどうしよう、本当にたくさんあるあります。ヒーリングとおのぼりガールといただきランチャーとシャニムリポジティボーとトラベルと妄想方程式と青春修学旅行とバーニンハートとコンビネント英語とおぼろ花火とリスターと恋始めとレッツシンガーソングとトロフィーガールです。いっぱいありすぎて絶対追いついてない追いついてなさすぎる、追いついてないよね絶対。ツイッターにオフショットある、え、見ます、かなえちゃん、ちょっとな、あれあれだよね、追いつかないよね申し訳ない。ね、じゃフィーリング、フィーリングがね好きなんですよ。可愛いし、サビの振りが好きと、おのぼりガール、これ私が一番最初に好きになった曲、おのぼりガール、んだんだコールがあるから好きです続いてがいただきランチャーで、そう、 ほぼ全曲なんですよ。そうなんだよね、ほぼ全曲になっちゃって、だからもうとにかくいきなりトークさんさんが好きってことかも。でいただきランチャーは振りが好きです。次がシャニムニポジティブ、これはかりんさんのあの煽りが好きです。続いてトラベル、トラベルも可愛い、妄想方程式、これも可愛い。あ、マシロちゃん嬉しい、ありがとう。青春修学旅行、これも楽しい曲。バーニーハート、これはかっこいい。コンビネント英語、これもかっこいい。続いておぼろ花火、しっとりリスター、リスター、リスターは、リスターってさ、なんかいろいろ合わさってるよね、リスターで恋始め、恋始めもかわいい。レッツシンガーソング、レッツシンガーソング、私だけかもしれないけどなんか泣けるんですよね、なぜかわかんないけど泣ける。続いてトロフィーガール、かわいい。百花繚乱物語、振りがいいよね一緒に誰推し、桜ひなのさんです。でも全員好きです、ほとんど箱推し。続いてもうめちゃくちゃたくさんです、 AKB48 さんなので、AKB さんもたくさんあります。じゃあ大丈夫かな、追いついてるかな AKB48 さん、ふきちゃん、あ、なにこれ、よ、あれだ、花、草冠、花冠、四つ葉のクローバー冠、ありがとうふきちゃん、続いて、AKB48 さん、 AKB48 さんのずっとずっと、これはね、なんだっけな、チーム A さんの公演曲、ずっとずっとと Only Today、 Only Today は本当に神曲、 Only Today です。あと、そう、オンリートゥデイで、続いて結構公演曲多いかもしれない私、オンリートゥデイで、続いて坂上がり、チーム K さんの坂上がりは何公演だっけな、リセット、いや何公演だっけな、坂上がりとウッホウッホホ、これがリセット公演だっけな、これがリセット公演か、ウッホウッホ、
私がよくカラオケで歌います。ウホウホホと彼女になりますか、これ本当に大好きでね、カバーさせていただいたんですけど前に。本当に嬉しかった、彼女になりますかというセトリを見た瞬間めちゃくちゃ懐かしい曲。あ、逆上がりは逆上がり公演か、そうだ。とリセット、リセット、これはリセット公演。カームさんわかります、めちゃくちゃわかる。続いてチーム B さんのそばかすのキス、これは HKT48 さんがカバーしてるのを見てすごい好きになった曲。オンリートでいいよね、彼女になりますかも。とあと皆さんもご一緒にチーム B さんで、そうリセット公演めちゃくちゃ好きなんだよね。皆さんもご一緒に。で続いて少女たちよ、少女たちよいいよね。私今日前髪変だな、まあ、気にしない気にしない気にしない、うん。本当にねめちゃくちゃ頑張って絞ったから、なんでこの曲ないのって絶対あると思うの。でもギリギリで入らなかった曲とか、あと夕日を見ているか、夕日を見ているかめっちゃ好きです。少女たち一番好き、いいよね。こんばんはもちさん、そう夕日を見ているか、タイピングの練習としてパソコンでメモする、えらい、すごいねパソコンタイピングね、結構慣れるまで時間かかるよね。夕日を見ているかとセブンティーン、セブンティーン、これね結構古い順、古い順っていうのかな、昔から最近にどんどん遡って、大体だけど大体そんな感じにしています。なので今は結構昔懐かしい曲が多いかも。セブンティーン、夕日を見ているかいいよね、セブンティーンで、続いてあなたがいてくれたから、泣いちゃう、あなたがいてくれたから、そう夕日を見ているか好き、ね、わかる。セブンティーン、あなたがいてくれたからね、あとね泣きながら微笑んでもめっちゃ好きです、泣きながら微笑んで、泣きながら微笑んで、いいよね。いろんな人が結構歌ってる気がするこの曲。次が初日、初日、そうジェスミンもね入れようかなって思ったんだけど、初日で、その次が君と虹と太陽と、さっきね君と虹と太陽とって、君と虹と太陽とで、うん。続いてが永遠より続くように、これがあのオカレモン、オカレモン OKL48 さん、永遠より続くようにと、あとアボガドじゃねえし、大好きアボガドじゃねえしで、次が次のシーズン、ウザのアンダーガールズ曲、次のシーズンめっちゃ好きですこの曲で、涙の表面張力、これダンスがねいつか本当に覚えたいなって思ってるんだけどね、ちょっとなかなか私のやる気が出てこなくて、難しくて、やる気を出して覚えたいなって思います、涙の表面張力、うん。で続いてチームメイトさんの生きることに熱狂を、生きることに熱狂をと、で次がこれね意外とね
知られてない曲な気がするんですけど、進化してねえじゃんっていう曲、私本当に好きで、ラブトリップのネクストガールズさんの曲なんだけど、進化してねえじゃんっていう曲、めちゃくちゃロック調のね曲でめちゃくちゃ好きです。で次が16期研究、あその時あの16期生さんの抱きつこうかっていう曲、 AKB48 さんはこんな感じ、めっちゃいい曲、前にカラオケ歌ったかもしれない、歌ったけど、そう倉野成美さんめっちゃ好きなんですよ、そうなの、進化してねえじゃん、抱きつこうかもめっちゃ可愛い。研究生曲、私研究生だの時に作られた曲がめっちゃ好きな曲多いかも私。そう遠距離ポスター、え本当に遠距離ポスターも入ってるんだけど、そうお気に入りに入れようか迷って、そうルナスも好きね、わかる。好きな路線一緒、結構かわいい曲とかが多いのかな、かわいい曲が多いかも、うん、そうラブシゲオも入れようか迷ってたんだよね、昨日よりもっと好きよね、わかる。で結構カップリング曲が多いかも、あと公演曲とカップリング曲が多めかもしれない。今何曲までいったんだろう。続いて HKT48 さん、 HKT48 さんにも結構多めかも。まず HKT48 さん、メロンジュース、メロンジュースは本当に好きな曲と、えメロンジュースのカップリング曲って本当にいい曲ばっかりだと思ってて、まず綺麗事でもいいじゃないか、めっちゃいいのね、綺麗事でもいいじゃないかと、そこで何を考えるかと、波音のオルゴール全部いい。え他にもメロンジュースのカップリング曲はねめちゃくちゃいい曲ばっかりな気がする。希望の海流もメロンジュースだっけ、いいよね、綺麗事でもいいじゃないか、メロンジュース、そこで何を考えるか、波音のオルゴール、めっちゃいい曲で、あとウインクは3回、ウインクは3回、既読スルー、確かに既読スルー入れてないっけ、入れてなかったっけ、まあでもあれには入れてる、お気に入りには入れてないかもだけど、ウインクは3回、君のことが好きやけん、あと私はブルーベリーパイ、ペンペン、クローバーカンムリありがとう、クローバーカンムリありがとう、ペンペンありがとう。どうだろう、おいつ大丈夫かな、この速さで。私はブルーベリーいっぱい、うん、あとロックだよ人生は、ロックだよ人生は AKB48 さん、もともと AKB48 さんの曲だったけど、 HKT48 さん、なんて言えばいいんだろうね、 HKT48 さんカバーしたっていうのも違うけど、なんだろうね、ドックレイ人生はとにかく好きです。あと大人列車、これはさ好きな人多い気がする、大人列車は神曲だよね。大人列車と、あと矢吹奈子さんのソロ曲の意地悪中、かわいい
とこの曲めっちゃ好きなんですけど、あのチーム T2 さんの空耳ロック、空耳ロックめちゃくちゃ好きなんですよ。本当に大好き。空耳ロックカラオケに入ってないんだよね、ショールームの。それが悲しい。めちゃくちゃ好きなんだけど、どんどんプレイリストに入っております。ぜひぜひおすすめの曲聴いていただければ。そう、空耳ロック大好き。あとさくらんぼを結べるか、やっぱね、さくらんぼ、さくらん、これ言っていいのか分かんないんですけど、私のさくらんぼポーズ、これさくらんぼを結べるかの振りがこういうやつだ、なんだっけ、さくらんぼをこうか、これこういう感じなのね。だからこれからさくらんぼポーズをパクったという言い方はちょっとあれだけど、まあ、参考にさせていただきました。さくらんぼを結べるか、そう、かわいい。でもこの曲もね、ショールームのカラオケにないのが悲しい。あと村重さん選抜の恋するリボン、この曲めっちゃかわいい。恋するリボン、すごい、ひろくんすごい、なんかいきなり猿がブーってたくさん来た。ありがとう、ウギー、ありがとう、ひろくん、猿はこんな感じかも、こんな感じ。君を思うも確かに、私 HKT さんの曲はもう全部好きなんですけどね、本当に。写真撮るときはさくらんぼポーズ、ありがとうございます。これで皆さんもさくらんぼポーズでぜひ。片思いの唐揚げ確かに入れればよかったな、片思いの。で次が SKE さん、 SKE さん、私これ絶対時間内無理だな。まあいいや、ちょっととりあえずできる言えるところまで。もえぴーちゃんすごい、今ピエロのなんかあれなのかな、ありがとう、すごい。ネズミ、 SKE さんが微笑みのポジティブシンキング、これめちゃいい。微笑みのポジティブシンキング、そう、前のめり不景太陽、確かにその2曲も好き。前のめりいいよね。あと君が思っている、あー間違えた、君が思っているより、チーム E さんの君が思っているより。でもこの曲は多分ね、もともと AKB さんなのかな多分。次がエスケープ、私この曲すごい好きです。あのかっこいい曲で一番好きかもしれない。ダンスナンバーで一番好き。待って、夏音ちゃんとすごい、たまたまだよね、一緒のタイミングで。エスケープいいよね。次が音の割れたチャイム、これ前も言ったかもしれない、最近の曲の一番最新曲のハプニングかな。音の割れたチャイムめちゃいい曲。トマスさん、夏だやったー、すごい、キャンプだー、夏だです。他にもたくさん素敵な楽曲はあると思います。でもこんな感じ。あ、やっぱまいっか、前のめりいいよね。次が STU さん、 STU さん、待って、12月のカンガルー入れればよかった、確かに。 STU さん、エビフリャン、ネズミピエロネズミ、ピエロじゃない、サーカスネズミ、ありがとう。
サーカス。誰かがいつか好きだと言ってくれるまで。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで。と、ペダルと車輪と来た道と。これはね、めちゃくちゃいい曲だよね。ペダルと車輪と来た道と。あ、次が僕らの春夏秋冬。トリバードさんと同じだ。タラコチェンさん、え、人気なんだね。僕らの春夏秋冬、春夏秋冬。高千さん、あー、夜勤頑張ってね。今日も頑張れ。ファイト、ファイトだ。次が夢字からと、あ、この曲めっちゃ好き。思い出せる恋をしよう、思い出せる恋をしよう、好きです。とかかな。思い出せてよかったもめっちゃ好きで、次が NMB さん。 NMB さん、 NMB さんは届かなそうで届くもの。あの芸人シリーズの曲が結構好きかもしれない。私映画とか、あの映画の曲、届かなそうで届くものは確か映画の主題歌だ。あれ違うかな。は、届かなそれ届くものは普通にあれか、テレビのやつかな。うん、届かなそれ届くものと、生徒手帳の写真は気に入っていない法則、生徒手帳の写真は気に入っていない法則の法則。これも芸人シリーズだった気がする。あと青春のラップタイム、青春のラップタイム本当に神曲だよね。青春のラップタイムと、あと太宰治を読んだか、太宰治を読んだかと君と出会って僕は変わった。この曲いいよね。君と出会って僕は変わった。すごい、皆さんのおすすめの曲も。ここ天公園めっちゃいい曲ばっかりだよね。あと虹の作り方、これは歌ったことある気がする。確か虹の作り方と夢は逃げない、夢は逃げない、いいよね、いい曲だよね。夢は逃げない、すごいあれかも、カップリング曲ばっかりかな。僕らのゆりか、あ、そうそう、なぎいちとかオーマイガーとかも好きです。うん、普通の水、知らなかった、聞いてみよう。普通、後で聞いてみよう。うん、次が NGT さんの下の名で呼べたのは、下の名で呼べたのはもう好きです。ちさちゃん、クローバーありがとう、すごい。クローバー作れるかな。クローバーありがとう。あ、しげっちもクマありがとう。クマクマありがとう。次が神宿さん、神宿さんのグリズリーに襲われたらと、で次が欅坂さん、欅
欅坂46さんの世界に愛しかない、この曲めっちゃ好きです。一番好きかも欅坂さん。世界には愛しかないと青空が違う。グリズリーに襲われたらね。でもこの曲めっちゃ歌ってみたらめちゃくちゃ難しくて、神宿さん本当に歌うまくてすごいすごいなって思います。世界に愛しかない、青空は違う、青空が違うと、あとねバスルームトラベル、かわいいこの曲。バスルームトラベルと手をつないで帰ろうか、手をつないで帰ろうかも好きです。かわいい。私も世界、え、そうだよね、そうそう。待って待って、ひよちゃんピンポンピンポン、バレエと少年入っています。バレエと少年入ってる、かめっちゃ好き、可愛くて。で制服と太陽、真白ちゃん、あ、そうなんだ、もともと欅さん好きだったんだ。私はでもどちらかというと乃木坂さん、乃木坂さんと HKT48 さんとイコラブさんだったかな、のあれでした、オタクでした。うん、と制服と太陽と危なっかしい計画とダブル欅坂の歌とです。です。渋谷川も確かにいい曲。でございます。そう、髪伸びた。結構今日はちょっと全然なんかちゃんとセットしてなくて、そう、夏の花はひまわりだけじゃないって、多分萌子ちゃんがねカラオケで歌ってて、なんて歌がうまいんだって思った記憶があります。中川麻衣さん、いやそうなんだ、姫ちゃん押して、エビフリア星ありがとう、ヒラリーもハートたくさんありがとう。次がサイバーさん、読み方合ってるよね、サイバーさんのハクチューム、サイバーさんにも解散 しちゃったんだよね、のハクチュームと桜エビーズさん現ウッカさん、桜エビーズさん現ウッカさんの、うん、それは月曜日の9時のようにと、乃木坂、あ、それは月曜日の9時のようにと、リンドバーグと回る回る回るが好きです。それは月曜日の9時のようにとリンドバーグと回る回る回る。乃木坂さんはね、あのね、生田絵梨花さん推しです。萌えぴーちゃんクローバーありがとう、ありがとう。初めてチョイルも来ました、可愛いです。嬉しい。今日すごい適当なんだよね、今日ね、めちゃくちゃ適当にセットとかメイクとかしちゃって、また見て、また見に来てくれると嬉しいです。次が指原さん、指原さんのソロ曲初恋ヒルズ、あとイエーめっちゃホリデーも指原さんカバー、カ
カバーしてて、それでも好きだよに入ってるカップリング曲なのかな、もう入れてます。あと指原さん with アンリレさんのマジで恋する5秒前も入れています。あと指原さんの私だってアイドルも好きです。そう、初恋ヒルズ。次がどうしよう、どこまで行こうかな、半分ぐらいまで行けそうな気がする。次がサムデーサムウェアさんのこの恋はトランジットと、シュークリームロケッツさんの想像上のフルーツ好きです。次が私立恵比寿中学さんの大人は分かってくれないと、結構いっぱいあるかも、あそんなこともないか、頑張ってる途中と仮契約のシンデレラ、この曲めっちゃ歌ってるカラオケでよくと、また明日、また明日、あなんかね、いきなりトークさんさんがねカバーした曲が好きかもしれない、カバーする曲、また明日、あとラブリースマイリーベイビーとまっすぐと、わあたくさん猿が流れてきた、うん、すごい運転をしてるかのようにふわって左ありがとう、すごい猿、ウキウキ。お、ミヤンさん、ゾウ、え、あれだ、サーカスゾウ、サーカスゾウ、これタワーかな、どうなんだろう、タワーっぽいな、タワーっぽい、ありがとうミヤンさん、ありがとうだ、すごいね、今サーカスのさあれなんだね、時期なんだね、いいよね、いつかサーカスにね行ってみたいんだよね、いつか、うん、ミヤンさんありがとう、いつもありがたわ、そう、そう、なんかこの前さあのティム・バートン監督のダンボっていう映画を見てから見たから、この像がダンボに見えてきます、あダンボ、ミャンさんダンボタワーありがとう、ダンボで、あダンボだっけ、ダンボ、ダンボタワーありがとう、ミヤンさんダンボタワーありがとう、ゾウありがとう、サーカスありがたわでございます、ありがたわ、ダンボタワー、ダンボタワーね、なんかねよかった、ダンボで、どこまで、あ、次がシンガロンシンガソン、これ合ってるのかな、シンガロンシンガソン、ちょっと言い方わかんない、シン、イントネーションわかんない、シンガロンシンガソンとジャンプ、わーすごいね、ふきちゃん、あれだ、あのネズミサーカス、ネズミサーカス、すごいね、コロコロ転がっていくんだね、ありがとう、そうです。次が
スーパーガールズさんの明日を信じてみたいって思えるよ、明日を信じてみたいって思えるよが好きです。スーパーガールズさんさ、松本愛香さん、読み方合ってるかな、がさ卒業しちゃうんだよね。松本ひなたさん、松本ひなたさんが好きで、 HKT48 さんの妹さん、悲しい。じゃん、あのさニコ生の見てたんだよね、ニコ生のライブ、私立恵比寿中学さん。次がこれね、あ、リオンヌちゃん、星ありがとう、リオンヌちゃん。次がね、あのね、鈴木愛理さんなんだけど、これ鈴木愛理さんのあの大きな愛でもてなしてと初恋サイダーがアップルミュージックでは聴けたんだけど、アワーさんだったらなんかなくて、あれによるかも、サブスク、そのそれによって違うかもしれない、聞けるやつと聞けないやつがあるかもしれない。あ、トマスさん、夏だー、夏のカニとか、夏ありがとう、夏だー。ハロプロさんのね曲がさ、サブスクが、おすすめの曲たくさんあるんですけど、サブスクがないから入れられなくて、でも大きな入れもてなしてと初恋サイダーだけ、初恋サイダーは鈴木愛理さんのでありま ありました。ペンペン猿ありがとう、ウキウキ。ぬいみるなっちゃんが一番好きです、知ってたよ。でもね、あのさ、勘違いしてさ、私のこと一番好きだと思ってた人がさ、私が一押しじゃな、一ん、私が推しメンじゃなかったっていうのたまにあるんだよね。あ、好きな先輩好きです。もしも聞いてみよう、もしも。そう、嬉しい、私推しだって言ってくださって嬉しい、ありがとうございます、本当に本当に嬉しいです。すごいよね、私推しを、改めて私を好きで言ってくださる方がね。あ、イレシさん、何、タコの黒ひげ一発、黒ひげ危機一発ありがとう、タコの黒ひげ危機一発、海ふりゃ尊い。メリナさんも嬉しい、クローバー、トマスさんもクローバー、ありがとう、弟より好き、本当に。でも、ああ、でもアイドルの方が、アイドル、ああ、でも確かにアイドルがめちゃくちゃ一番ってな、中心になっちゃうかも。私も気になる存在、本当に。メロンケークス、ケークさん、お、気になっちゃいな、たくさんの人応援してるかね、わかる、私もね、たくさん、結構 DD になりがちの人です。しげっち、クローバーありがとう、
ウェポン、ウェポンもクラッカー、クラッカーかな、これクラッカーありがとう。こんばんは、ふっきちゃん、とうとうありがとう。あとどうしようかな、あとちょっと20分25分20分ぐらいまで、あともうちょっと、あと次がスターダストプラネットさんのあの全体の夢は何千回も逃げていくと We are star で、あとゾックさん、ゾックさんのファミリーネームとヒアルロンリーガール、なっちゃんの生写真を学校に持っていくから好き、嬉しい、嬉しすぎる、嬉しい、学校で、でもその気持ち分かります、分かる、学校になんかグッズ持っていきたくなるよね。ヒアルロニーガールはね好きな子多いかも、の意味もと、じゃあ次最後にしようかな、タスクハブハーさんのこれね、なんて呼べばいいんだろう、 3WD なんて呼べばいいんだろう、申し訳ない、 3WD とか、川口夏音さんに出会えたことに感謝、こちらこそですよ、皆さんが見つけてくださったことに感謝です。試験会場に、そっか、お守りみたいな感じで嬉しいいいね、受験会場に、いいね、受験会場に推しメンの写真持っていくとなんかやる気がみなぎりそう、嬉しい、ありがとう、嬉しい。 3WD デイか、 3WD とかにしよう、あと半分ぐらい残っていますなので半分、3分の1ぐらいあるので、また機会があるときに紹介というかお話ししたいと思います。ひろくん、クロボありがとう、嬉しい、ありがとう。フリートとかに、そうフリートにね載せたいなって思ってたんだけどね、載せ、ちょっともう一回聞いてみます、載せられなかったら申し訳ないです、載せられても申し訳ないよね、こんなにメモさせてて載せられるんかいってなっちゃうよね、それはちょっと聞いてみます、また。そう、キャラクター投票ね、あの1位が夏ランボで、2位があのマイケルで、3位がメダッシュで、4位がキューピッド犬という結果になりました。でも私は 4匹とも平等に愛しています、キャラクターを。じゃあランキングを読んで終わりにしようかな。そう、夏ランボがやっぱ強いよね、可愛いもんね夏ランボ。キューピッド犬がね、悲しい、キューピッド犬が。じゃあ13位、メリダさん、ありがとう、メリダさん、メリダさんありがとうね、いつもありがとう、メリダさん。12位、ふきちゃん、ふきちゃんありがとう、ふきちゃん、ふきちゃんありがとう、ふきちゃんありがとうね、ありがとう、ふきちゃん。11位、ちさちゃん、ちさちゃんありがとう、ちさちゃん、ちさちゃん見えなかった、ちさちゃんありがとうね、ありがとうちさちゃん。10位か、10位、エビ
ちゃん、エビちゃん、エビちゃんありがとう。エビちゃん、エビちゃん、イケメン、イケメンありがとう。じゅじゃなくて9位、マーボーさん、マーボーさんありがとうございます。どうしようかな、マーボーさん。じゃあマーボーさんはフ同じポーズになっちゃうな。マーボーさんありがとうございます。ありがとう、マーボー。待って、偽物なので、8位がひらり、ひらり、ひらり、ありがとう、ありがとう。7位、イケメン担当大臣、イケメン担当大臣、すごい、ありがとう、イケメン担当大臣。みんなちょっと本物が。で6位、夏目ちゃん、夏目ちゃん、夏目ちゃんありがとう、夏目ちゃん。5位、トマスさん、トマスさんありがとう。4位、しげっち、しげっちありがとう、ありがとう。3位、リオンヌちゃん、リオンヌちゃん、リオンヌちゃんありがとう、リオンヌちゃん、じゃ、リオンヌちゃん、リオンヌちゃんありがとう。2位、ミヤンさん、ミヤンありがとう。1位、ウェポンさん、ウェポンさんありがとう、ありがとう、ありがとうございます。パチ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 。早速聞きに聞きます。今日も、こちらこそ今日もありがとうございました。皆さん本当に、あの夏音色ダイアリーを見て、私はもう、あーすごい、私にたくさんありがとうって思っています、思いながら見ています。いつもありがとうね。じゃあまた、でも3、じゃあ1分だけスクショタイムをしたいと思います。じゃあさくらんぼで、はい、チーズ、じゃあピエロ、はい、チーズ。じゃあまた、こちらありがとうございました。これからあの憩いどうですか、ぜひ見てね、見れる方見てね、バイバーイ。またやあれやります、あの曲紹介の続きまたしようと思います。またね、ありがとう、本当にありがとう。